私は、七世の天中園、行行。ねえ、取引しないあなたが私の護衛になる代わりに、私がリーウェで頭角を表すコツを教えてあげる。おはよう。重要性の高い案件から報告しなさい。ルリ帝と新月剣。あなたはどちらがお気に入りかしら ええ、休みなさい何かあったらお知らせするからお城が買えるほど貴重な骨董品でも人が得る快楽はそれを手にしたほんの一瞬だけよ商船の中で完璧なカリウドは痕跡を残さないわ新しい投資先でも探そうかしら モラは大いに越したことないわ。ほら、雨ね。傘はよろしく。ただの雪景色じゃない私が雪の砕け散る様を見せてあげましょうか。今日は平和だと <laughs> その目は信じない方がいいわ。目は嘘をつくから。 こんな風の強い日は、漁師にとって災難をもたらす。そして <laughs>。何でもないわ。値段交渉もビジネス戦略も、勢いと手段は二の次よ。勝利を手にしたいのなら、まずは相手の手の内を読みなさい。私に関する噂。 あなたもよく聞いてるわよね。<laughs> 私がどんな人物かは、その目で見極めなさい。もちろん、あなたの意見も、噂の一部になるけど。バクトはいつも、希望を次の才の目に託すけど、最後に儲かるのは、一度も才に触れていない、道元よ。 リーユへの古典文学に、ルリウリに対する賛美がたくさんあるけど、今は絶滅危惧種になっていて、玉境内でしか見られなくなっているわ。有名でなかなか手に入らないから、余計に値が上がったのよね。あなたなら、複雑なしきたりを守る必要はないわ。楽にしなさい。でも、 私の時間も大事にしてほしいから、説明は簡潔にお願いね。リーユエ千年をやってみないあなたの騎士としての実力を見せてもらうわ。悩みふーん。リーユエ七世の悩みを教えたら、あなたは受け止められるそれに、 もしあなたがうっかり言ってしまった時は鶏と豚骨を弱火で煮込んだだしを柔らかい白菜の芯にかける食に対する執着はそんなにないから普段はそういうものを食べたらもう満足よ宴席で黄金ガニという高貴な料理を必ず頼む人を見たことがあるけど何とも言えないわ。 あの料理で私を招待するくらいなら直接モラを私に渡した方がましよ。